準決勝ともに決勝進出となれば初めてというジュニアウインターカップでの舞台になります。まあ、前中の時はオリオ中が勝っているという両校の歴史がある中での戦いになりますけれども、立ち上がり三好さん、印象としてはいかがでしたか？そうですね、お互いいいディフェンスから、得点をつなげていられたかなと思います。ただその中でね、オリオ中がちょっときっかけつかんできて、山内選手がいい得点も上げていきましたね。そうですね、本当にここのインサイドでのポジション取りっていうのが非常にうまい選手ですね。結構寄ってはいるものの、こういった後ろにステップを踏んで決め切ったりとか、こう今日も前半から好調だなと伺いますね。そうですね、はい、ここもいいパスが入りました。第1クォーターだけで11得点というのがありました山内選手です。アシストの数もオリオ中は前半で14本記録をしているということで、素晴らしいですね。はい、すごくいい数字だと思います。本当に山内選手に入れるパスも本当に絶妙にこうピンポイントしっかりこう決め切れるところでパスを出せていたりとか、しっかりこうパスシュートの判断ができていますよね。新井選手がスリーを特に、ね、こう決めていくような形でスパイスにもなっています。で第2クォーターも、ね、いい勢いでこの山内選手は入っていくんですけれども、相模女子としてもですね、こう守りでこういいヘルプディフェンスがあったりというようなシーンもありましたね。いや、そうなんですよ、今の、はい、この9番の中島選手のこのディフェンスだったり、しっかりヘルプっていうところもうまく機能してきていますので、こういったところ後半もっと出せると一気に追いつけるのかなと思います。一桁点差に、ね、縮めるような時間帯もあったんですけれども、そこからねこういうスリーもあったりして、はい、インサイドだけじゃないですよね、しっかりアウトサイドもこうやって決めきれるの素晴らしいです。新井がスリーポイント今日2本目、ただそこに対して決め返してきたのが竹内美也ということになります。そうですね、相模女子も最後こう一気に点数重ねてきましたし、この後もすごく楽しみだと思います。前半が終わって27対42とオリオ中学がリードをして折り返したということになりました。まず後半の入り、三好さんいかがでしたか？そうですね、オリオ中がこう前半の流れのまましっかり山内選手中心にですね点数決めれてたり、相模女子大中もですねこういったドライブで入ったりとか、結構両チームとも点数が入る、うん、ハイテンポな試合だったかなと思います。そうですね、はい、でこういう、ね、スティールからの得点、酒井選手も非常に良かったですね。いや、良かったですよ、本当に要所要所しっかり決めきる、大事なところで決めるっていうところ見えましたもんね。12得点10アシストの活躍ということになりました。ここね、いい合わせになりました吉田、はい、吉田も今日12得点、はい、随所でいいプレー見れました。で第4クォーター、第3クォーター終了時で46対56、でここからね非常に相模女子大中学部の、追い上げというか連続得点が続いていきます。19点連続得点ということになったんですけれども、佐野選手がこれ戻ってこれて、しかも活躍できたというのは良かったですね。いや、そうですね、こういったこう竹内選手とのホットラインだったりとか、リバウンドだったりで点数を、ね、一回抜けた後でももう一回帰ってきてもそこを出れたというのは大きかったですよね。そしてこれが同点に追いついたシーンということになります。このテクニック詰め合わせすごいです。新年早々いただきました、はい、そしてこのドライブ、これで逆転ということになります。いや、もうここら辺はもう乗ってますよね、本当にゾーンに入ってましたね。でただここから追いつくんです、オリオ中。そうなんですよ、ここでよく決め切りましたよ、山内選手も、ね、チームエース。70対70で第4クォーターが終わります。これがラストプレー、オーバータイム突入ということになりました。オーバータイムは3分間。表情を見ているとね、相模女子大中非常に笑顔も見られていたというこのオーバータイムの前、ただこれよく決めましたね、酒井。そうなんですよ、本当にこのね難しい角度から手伸ばして決め切りました。でなかなか得点決まらずに、これでラスト30秒まで来たんですけれども、またステップバック3、竹内。いや、酒井選手もねチェック行ってるんですけれども、それを超えて決め切ったの素晴らしいですね。その後残り、ね、9秒あたりのところからファウルさせずに、相模女子大中学部が初の決勝進出、ジュニアウィンターカップということになります。さて試合のスタッツも振り返っていきましょう。はい、ご覧のような数字になっております。
まあ、2ポイント成功確率なんかね非常にもう五分五分のような形になってますし、うん、なかなかこう数字で語り尽くせない部分もありますかね。そうですね、本当確率としては本当に五分五分ですけれども、まあ、リバウンドっていうところで前半同じくらいだったところが後半一気に相模女子大中が10本勝ってるっていうところでは、やはりディフェンスが後半圧倒できたっていう証拠ですね。そうですね、はい、あとはね、あの松浦選手のこうスティールなんかもね非常に効いていたかなという相模女子大中の、はいね、ということになりましたかね、うん。まあ、ターンオーバーの数はねお互いに一桁ずつではあるんですけれども、まあ、要所でねこういったスティールもあったりした相模女子大中、オリオ中の、ね、メンバー非常に悔しいゲームだったと思いますけれども、ネクストステージでねこの悔しさをぶつけてほしいです。いや本当に素晴らしいプレーたくさん見れましたし、これからあの3年生にとっては高校生での活躍も楽しみにしたいですし、はい、学生はこう先輩の、ね、姿を見てまた来年ここの場に帰ってきてほしいなと思います。そうですね、